ハローテニスファン、小野田道久です。今回は増田流フォアハンドということでやっていきたいと思います。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。はい、そうで、またすぐ下がる、どう入るかが次大切なんです。打つ前に一回バックステップ踏んでから前に入るっていう動作を常にしないで。これは神回だな日本最大のテニスチャンネルを僕たちと一緒に作りませんか。増田流フォアハンド、はい、ぜひ。ちょっとこれを視聴者の方に教えてほしいなと思いますけども、はい、まあちょっと話すと、はい、もう30分経っちゃうんで、はい、まず見てもらいましょう、はい、見ていただいて、そうしましょう、はいはい、じゃあお願いします、お願いします、はい、足り熱いね。ミスする気配がないんですけど全く確かにね、年を取っても、はい、自分もミスするつもりないです。あの形全然変わってないですね、昔から。あ、やっぱそうなんだよね、形ってなかなか変わらないね、うん、まあそうですね、グリップもね別にそんな厚く薄くなってる感じはしないですけど、ね、うん、特に変化というのは現役の時からないかなって。でも形全然変わってない、ね、前回の話でその打つようになった、はいはいはい、ね、当たりが変わったっていうのはやっぱりスペイン行ってから、うん、めちゃくちゃ大きい要素だったかなって、うんうん、ちょっとまずそのスペインと日本の違いみたいなのを聞きたいんですけど、まずあの環境がそうさせてるんだと思うけれども、はい、日本ってどうしたってね、あのまず速いコートが多いんですよ、はい、バウンドも低いですね、そしてイコールバウンドも低い、うん、はい、ってなってくるとスピードとタイミングをうまく利用して、うん、要は速いボールバウンドしてから速くて低いから、そこに綺麗に合わせてスイングしていけば、うんうんうん、そんなに無理をしないでも綺麗、うんうん、にボールで飛ばせちゃう、カウンターで相手の力を利用していける、選手のレベルでもやっぱりそういう風に育っているからなって、うん、そっちが有効なショットになるから、うんうん、だけれどもじゃあ向こうはどういう環境かって言ったら球が跳ねる、はい、特にスペインはクレーコートだし、はい、球足が遅いってことは、ね、バウンドも高い、はい、でそうすると結局そのボールをいかに力強く飛ばさなきゃいけないか、うん、っていうところに重視される。なるほど、相手のボールをあまり利用できない。なるほど、だから自分から打っていかなきゃいけない。なるほど、で自分から打っていくっていうことをまずすごい学んだから、うん、じゃあ出力を自分からこう出すトレーニングみたいなのを結構やってってことですね。そういうテクニックを取り入れることで力強いボールを打てるようになったかな。なるほど、っていうのが、じゃあそれをどうやってやったかっていうところが一つちょっと皆さんに伝えられるところかなって、うん、じゃあそのなんかこうフォームとか形とかっていうよりかは、うん、まあ、いかにこう力を作ってボールにコンタクトしていくかみたいなところを、うん、そうなんですよ、永遠とじゃあ球足みたいなのやってる、とにかく打つね、打つボールを打つ、うん、ちなみに1日の練習時間ってどれぐらいですか。僕が行った時は朝が4時間午後が2時間その間にトレーニング、ちょっとその間に1時間トレーニングあり、うん、午前は。だから毎日でしょ。毎日クレーで、まあ6時間練習やって1時間フィットネスで、クロスコートラリーとか、うん、同じ位置でラリーがない。あ、動くってことですか。絶対に動き、うん、そうなんですよ。だから常に動いて打つ、すごいに動いて打つをもう繰り返しなきゃいけなくて、うん、その出力もただ返してちゃダメで、うん、もう本当一球一球構えて力強くボール飛ばさないとすぐやられちゃう世界になるので、うん、だそういうのを繰り返してると、あ、こういう風になっていくんだなっていう。じゃあほぼほぼまあ振り回しみたい、振り回しというか動かされて、うん、ね、うん、じゃあずっとクロスコートで、はい、15分10分やりますみたいなのないんだ、うん、日本って今それ多いですね、うん、しかもびっくりすることに、あの6年スペイン行ってて1回もその練習してないんですよ。はー、まあ、ボール出しでもそうですもんね、もう常に 動いた中でいろんなとこにね、うん、ボールを常にポジション変えて、うん、打つっていう。じゃあ主にその上半身でこういうふうな打ち方というよりかは、うん、フットワークでそこの状況に合わせる、かなりやっぱり重要だよね。そう、フットワークをちょっと視聴者の方に分かりやすく教えてほしいんですよ、うん、はい、そうだね。まず、ボールを飛ばすためにすごい大事なことって、はい、あの打つ位置なんですよ。打つ位置、打つ位置、はい、どこでボールをこう取ってるかっていうところがすごく大事なんで、これがままなってないと球って飛ばないんですよ、うん、結局。じゃあどういうことかっていうと、まずちょっとごめんなさい、高尾君に立ってもらってね、はい、彼を向こう向きで、はい、じゃあ押そうと思った時に一般の方の打点ってね、大体近いんです。まあ大体こうやって取ると、まあ大体こんな感じじゃないですか、うんうん、ね、前って言ってもまあ、そう、前って言ってもここなんですよ、前って言ってもここなんですよ。あ、なるほど、ね、でもこれってじゃあどういうことかって言ったら、こうやって押そうとしてる子ってことなんですよ、うんうんうん、ね、あんまりこうダーツってかかってこないでしょ、う
ね、でもこうやってやったら簡単に押せるんですよ。なるほど、はい、ほとんど力入れなくても。ちょっと押せないときは手は体の横にあって、うん、押すときっていうのは手の後ろにある。やっぱそうやって戻って押すじゃない、うん、その方が圧倒的に圧がかかる、うん、ってことは、ね、打点っていうのは前にないと、ちゃんと前にないとまずボールが飛ばないんですよ。なるほど、自分の力が乗ってないから、うんうんうん、だからこれ取ってる人は自分でこうするんですよ、いつも、うんうんうん、で狂いが生じちゃう。で次にヘッドスピード、向こうに行った時にあのポジショニングとヘッドスピードとあとはディレクションって言ってコース、うん、この3つしか教わってないんですよ。ひどいでしょ、ひどいでしょ。なるほどね。もう6年行ってそれしか教えてくれない。どうやって打つとか教えてくれない。でこうやってこうテイクバックかこっからでこうやってとかって言ってくれない。もうただポンと出されたボールをとにかくいいポジションっていうのは絶対にここっていう自分のその一番完璧で打てる場所、うん、でそこに全てのボール移動しろってまず、うん、だからここに移動するしこの形のままどこにだって行くわけ、うんうん、狂いようがないよね。でもプロってこれやってるからみんな安定する。そう、安定する、うん、そうなんですよ ね。いろんなとこで我々打ったってそこでミスにつながるじゃない、うん、でもそれをしないようにしてるからプロってなんかうまいなって見える、うんね、だって簡単なことずっと繰り返してるだけだから、うん、っていうのがまず一つ、ね、で次にヘッドスピードね。でボールを要するにどれだけヘッドスピードが速いところで打たなきゃいけないかって言ったら、うん、結局ここで打ってたら自分から打たなきゃいけないんですよ、こうやって、うん、だけどラケットってちょっと2人シュンって振ってみてくれる？ラケット適当にもうフォアハンドも何でもいいからもう振った時にどの辺でヘッド返る、シュンって音がするっていうイメージあるかな。かなり前です。結構前です。すげえ前なんですよ、はい、実際打点よりも、うん、そうそうそう、そのイメージ、うんね、ここが一番ヘッドスピードが速い位置なん、うん、それを逃してたら、うん、結局自分で加速っていうか力を伝え、そうそういけないんですよ。すんだでも自然にって振ったこの、うん、ここで取ってれば自然と速いうちところでボール取ってるからヘッドスピードが一番速いところで取ってるってことになるから、うん、球走るんですよ。なるほど。でこれが2つ目のメリットですよ。で次にやっぱりいいショットって回転、はい、さっき自分が打ったボールもやっぱり若干順回転かかるでしょ、うんはいはい、あれが強く打てる秘訣でもある、うん、回転かかってないと簡単にアウトしちゃうから、うん、だからそれを今度どうするかって時に同じラケットって上がってくる位置どこって言ったらここなんですよ、うん、絶対に誰がフォアやったって、ね、この辺で上げたりとか、うん、ねでそれ以上なくてもうこれが自然のフォアの形だとしたらみんなこの辺から急激に上がるわけじゃない、うん、その上がるところで取れば勝手に順回転かかる、うん、なるほど。だそこを逃しちゃダメだよっていうのがまずフォアハンドの一つ大きなポイントになるんだよね、うん、なんかやっぱりあの、まあ、アマチュアの方とかはどうしても上半身に動きがおかしいって注意がやっぱ行きがちじゃないですか。まあ、僕も分かるんですけど、うん、やっぱりそのフットワークでボールにアジャストするっていうことがどれだけ大事なことかっていうのを、はい、下半身の注意力っていうのは多分一般の視聴者の方は、まあ、少ないというか薄いんですよね、うんうん、だから今の話聞いてて、うん、なるほどって僕も結構やっぱ思った部分もあって、うんうん、結局上半身って下半身がちゃんと動いてアジャストするときに初めてこの話ができるんじゃないかなって思ったん で、はい、そうなんですよ。まさしくもう原点というかテニスの基本の木ですよね、うん、それは。だから本当それしか伝えてくれない。なるほど。そこで取ってればうまくいくんだよっていうのを、うん、で最後のディレクションっていうのはまたこれちょっと違う話で、うん、戦術の方になるんだけども、うんまあ、同じところに2回返すなよと、うん、だからクロコスコートラリーさせてくれないんですよ。常に相手を動かしてることがやっぱり理想だよね、うん、動かされたらほらミスるじゃない、うん、でそれを相手に対してやらなきゃいけない、はい、だから相手もそれをやれば必然的にラリーは蝶々になっちゃうんですよ。なるほど。あのクロスコートクロスストレートラリーになるんですよあれしかさせてくれないですラリーは。僕嫌い嫌い。でもタイルトレーニングとしてしか考えてないから、うん、いやそれはでも一緒に練習やらせていただいた時に結構それやってたんで、うん、でもねクレーは ねそれ基本なんですよ。そうなんですよ。それできないと、ね、それをラリーにならないから。強くね感じさせてくれるんですよ、うん、なるほど。で環境でやっぱり人ってさほら、うん、どうしてもそこに対応させようとするじゃん、はい、ハードコートだったらやっぱ同じところでも力が強くて深ければ有効だになるから、うん、そこまでねコース変えるってのはリスクしかなくなってくるから、うん、あんまやらなくなるけれども遅いコートでいけばそれはもうマストになってくるから、うん、そういうテクニックが磨かれやすくなる。だからそういう選手たちが今クレーからハードで勝つようになってきてるっていう現状だよね、うん、ちょっとねもう少しあのちょっとコースを逆に変えていくと、うんねはい、打っていただきましょうか、はいね、なので自分はいつも、まあ、とにかくこの打点というものをとにかく正確にいつも ここで取るってとこ決めたらそこに正確に行くようにピタッと全く同じような形で
そこに入るところをちょっとイメージしてます。それはやっぱ後ろから今こういう風にちょっと後ろから前にこうステップしてから伝えるっていうのが基本ですか、はい、そこそこに入るために気づいちゃった下がってますよね。そう、あのね、ここで取ったらいいんですよって言うじゃない、はい、でここで取ったらいいですよ。でも絶対ここでは取れないんですよ、まず、はい、ここで取ってたものがそう簡単に詰められるかっていう、うん、そこにじゃあどう入るかが次大切なんです。その動きがないと結局前にはならないんですよ。なるほどなるほど、はい、ちょっと打ってもらいたいんだけれども、どうぞじゃあミッチー、あのストレートに普通にちょっとフォアハンドも何気なく急にあれするの、こう打つじゃないですか。そういいよ、ね、この時に、うん、まあミッチーだったらさ、もう場所知ってるから、はい、絶対にここで取るじゃない。でもこれ一般の人詰まるんですよ、大体詰まるんですよ。もう詰まるというよりも、まあもうここなんですよ、うんうん、でこんな前で取れるっていうことがないね、うん、じゃあそのためにじゃあ今度どうしていったらいいかって言ったら、ちょっとこういうふうに、じゃあもし普通の人が大体打つであろう場所をこうやってやった時に、ね、これをじゃあ前にするためにはどうしたらいいですかって言われた時、ミッチーこれを前にするためにはどういうふうにする、これを前にする、この前にする、これを伊達前に下がるでしょ、まあ、下がります、ね、そうなんですよ。この下がるっていう動作がほとんどないんですよ、うん、みんな結局ここで前にって言ってさらにってなっちゃって、その場を変えることをあんま意識しないんですよ。なるほどなるほど、ね、ということは何をしなきゃいけないかっていうと、打つ前に一回バックステップ踏んでから前に入るっていう動作を常にしないだ。これが打点の入り方で、サイドステップって聞くと横の動きしかイメージしないでしょ、サイドだから。でもそれをいかに縦に使うかで打点の入り方って変わってくるっていう、サイドステップ球足が来たらじゃあ一回こうやってきてこうなんだ。例えばね、 K とかゆっくりなボールがふっと来た時に必ず一歩下げてから行くから、こうやって行かないから、うーん、じゃあ見てるとそういう習慣がやっぱスーパーソーで一歩こうやってるんですよ。こっから距離測って前行くね。なるほど。じゃあポジションをちょっと後ろめに最初構えててもいいんですか、うん、まあもちろんそうだけど、ポジションを下げるところはいつもコーチに怒られるじゃん、うんそうなんですよ。だからこの癖をつけたいってことですよね。そう、例えばね、僕がこうやってふっとこうやって物をこうやって出した時に、ね、この時にじゃあミッチちょっと自分にこれボールポッとここに置いてもらう、この時にこういう風になるんです。最初ボールと一緒に後ろ最初行くってこと、はい、でもみんなこっからスタートするでしょ。あ、それかもう近づこうって向かってきちゃうんですよね、こうやって。そうその時点でもう衝突なんですよ。あ、これ分かりやすい、すごい、ね、でクレーなんかもっとこっから早いから、こっからが早いからうわーってなって飛ばない、やられる。なるほどなるほど、ね、じゃあいかにもうここの当たる位置までにどんな仕事ができるかってことがもうポイントなわけだ。そう、だから打点に入る、打点ここで取ることのまず大切さを伝えた後、ね、これだけのメリットがあるんですよ、自重使えてヘッドスピード上がって回転もかかるんですよって言った後、そこにどうやって入るかって言ったら、このなるほどなるほどなるほど、はい、これは神回だなでもね、それをいやミッチーちょっとボール出すからスッと下がったところから、今度スッと下がってから前に入る。そうで、またすぐ下がる。そうで、またすぐ下がる。そう、後ろからだと力がやっぱ伝えやすい。で、そう下がってから前に、そう、まあ、打点なんてそう崩れなくなるし、そうですね、まあ、自分はこれを重いボールってますよね、うん、重いボールが。そうで、これ打点がしっかり入れるようになってから、自分は調子というものがなくなった。今日調子が悪いとか、うん、なんでだろうって。でも結局ここが原因なんですよ、その狂ってるんですよ、うん、なるほど、いろんな外的要素とかも含めて、風が吹いてるとか、うん、今日はボールが違う、コートのサーフェスが違うでずれるんですよ、うん、でもそれを毎回一緒にすればブレないってことか。ブレない、一緒。なるほど。だからトップの選手はそんなないでしょ、調子悪いとか、うん、なんかそれをトッププロの選手って簡単にやるじゃないですか、うん、だから映像で見ると簡単にこうやってやってるように見えるんですけど、実際はフェデラーとか もうこんなスタンスこんな広いし、うん、フットワークめちゃくちゃいいですもんね、うん、まあ、そういうところにあれか、まあ、ポイントが隠されてるんですね。うん、だからフェデラーの打ち終わりなんてさ、体絶対開かないで、こうやっていくじゃん。こうなってますもんね。パーンって顔残しね。あれもこれ動き突き詰めていったら、そういう動きになるんですよ。なるほどなるほど。ってことは、横を動くというよりかは、後ろ、まあ、縦の動きの方が長い。そうだね、この動きを習得するとなった時には、うん、もう戻る動作は一回いらなくてもいいと思う。うん、なぜかというと、自分らすごいよくやったんだけども、ちょっとじゃあ、ボールを出してもらって、もう本当に、
ここにずっと一定にバウンドさせてもらう感じ でこのボールが来た時に、まあ、大体一般の人さっき言ったようにこうやって入るよね、うん、まずこれしないでこっからスタートだよね。で前に入る、ね、そしたらここで次大体の人今度戻ろうとしちゃう横に、うんうん、これやめて下がるお願いします。下がる前に入る下がる、ね、前に入る下がる、うん、まあ、もうこれだけをこれだけを繰り返せば後ろから入るっていうことを常に練習に、もうサイドステップしてるだけでしょ、うん、その延長でスイングされてるだけで、よく起こるのがこれ、うん、これもボール飛ばなくなる一つの要因なんだ。なるほど、俺こうやってやるって教わったけどでしょ。でも多分それ僕も最初スタンスこれでやってこういうふうにスイングしてて、うん、でアメリカ行った時にそれやめろって言われて、うん、もう結局オープンスタンスで、そうそう、こうオープンスタンスだったら全然ここにあるからいいんだけども、球を飛ばすっていう動作だけのことを考えたら結局この動きっていうのはない動きなんです。ない方がいいんだ。だって野球の4番どうやって球飛ばす、ミッチー4番バッターはいホームラン打ってください、はい後ろ足出てきません、こうはなんないか。なんないでしょ。なんないね。だからテニスっていうのはそれ何のためにじゃあこっちの足が出るかって言ったら次の動きなんですよ。なるほど、ね、例えばこう走ってます、ね、体重移動こっちです、ね、こうやって打った後に戻れないよね。戻れないです、ね、だから打った後に戻るためにあるんですよ、うん、打った後に戻るためにあるんですよ。だから一瞬タイムラグがなきゃダメなの本来。なるほど、なるほど、ね、でも僕らプロは早いでしょ、こうこうやってもう、うん、実際はこんなでしょ、そう見えちゃうんですよ、すると一緒に見えるんですよ、うん、だからこうやって飛ばしてるように見えるんだけれども、うん、飛ばすっていう動作はもうこれだけで完結させなきゃいけない。で今この動きの方向っていうのは打ったらこっちがね、これが前ならいいんですよこれで、うん、だけども今後ろに下がるわけだから必要ないよねっていう、だからなんかこうこんな風にやってるように見えるけどこれは目いっぱい使ってる。ここは、ま、回ってるんですか。めっちゃ使ってるから回ってる、うん、もうガーンってなんかフォーム見てると回ってないように見えちゃうんですよね、うん、でしょ。なんか閉じてる、閉じてラケットが先行するようになんか体の開きを抑えてるのかなって思ってるように見えちゃうけど、うん、回ってるんだこれ。そう、もう目いっぱいいってるんですよ。な次の動作を考えて最小限にとどめて、そうこれがこっちじゃなくてこっちなんだからこうやって戻れるっていうだけの話、うん、で横にも動かないんだからっていう。なるほどね、まあ、とちょっともう一回それでごめんね、ねどうぞどうぞ、ね、どうぞ、ね、じゃあどうぞどうぞ、ミッチー次はサイドステップだけでスライスになっちゃう、まだ横に癖ついてるからそうもう打ち終わったらコツはまっすぐ下がること、下がって前入ってきてそのまま打ったらそのまま下がって下がる、でそのまま前に入ってきてそう下がって体開かないね、 OK 下がってそう OK 下がって結構きついよねこれ。 OKOKOK 覚えるまで。ミッチーのね今ね素晴らしいとこありました、あの実は次やろうと思ってたんだけどできちゃってる動き、はい、あのさっき言ったそのフェデラーの動きはどうしてこうなるのっていう動き、大体一般の人これやるとでこうなるんです。これミッチーとさっきの動きって何が違うか分からない？すごいなんか横振りしてだから体回ってないように見えるじゃん。全然分かんないよね自分で。左足がこっちが行くんですよ。ああフロントホップだ、うん、そう自然と行ったでしょ。行きます、ね、だからやっぱりちゃんと体重移動が前に、うん、大体普通の人はこれやっちゃうと、うん、結局詰めちゃうんですよ。早く行きすぎて詰まって行かなくて、うん、でまた体も動いてなくて、うん、だからフェデラーとかが一回こうなるんですよ。瞬間になるでしょあれ、うん、なりますね、あの人前行こうとした時にこう特にアプローチっぽいのはそうですよね。そう、うん、こうやってやらないでしょ、うん、なんないです。なんか体が開いちゃうとやっぱり引っ掛けちゃうんじゃないかと思うから劇的に鋭い。だからスイングがもうダーンとこう鋭くて次に確かなるな。後ろは、まあ、後ろに下がりながらこれでも同じようにそれの繰り返しですもんね、スペインのね。これ6年もやってたの、うん、多分最初のだけどスペインは確かにこの後ろの動きすごい大事、はい、こっちたくさんやらされる、うん、だけどハードコート行ったらこれほとんどないから、うん、もう前に入るところをどんどん教えていく、うん、チームスタテリのメンバーになりませんか。僕の特別レッスンを配信中です。
ということで、フォア編やってるんですけど話がちょっと尽きないですね。尽きないのでこれはこれで一回終わりたいと思います、はい、その後またちょっといろいろ聞きたいと思いますので、はいはい、よろしくお願いします。ありがとうございました。チームスタテニのメンバーになりませんか。僕たちの特別レッスンを配信中です。僕らの経験と知識が詰まったワンランク上のレッスンをお届けしています。まずは無料トライアルでぜひ体験してみてください。一緒にテニスをしましょう。